バニャンくんのお友達はーい、わ、ジバニャンチームでーす。元気いっぱいだね、ありがとう。やったー。よし、じゃあ反対側のお友達はコマさんチームでーす。ありがとう。よし、じゃあこの2つのチームに分かれてやってもらいたいと思います。このゲームは姉さんが言った妖怪の名前の口癖をみんなで大きな声でリズムに合わせて答えてもらうゲームです。今から4つの口癖をみんなで覚えてもらいます。じゃあまずはジバニャンの口癖、にゃんにゃん。お姉さんがジバニャンって言ったらにゃんにゃんってみんなは返してください。 OK？ じゃあみんなで一回やってみるよ。ジバニャン、にゃんにゃん。お、いい感じです。そのね、ジバニャンのにゃんにゃん、ゆっくり言うとね、リズムに合わなくなってくることがあるから、にゃんにゃんって2つくっつけて言ってみてください。ジバニャン、にゃんにゃん。お、すごい、バッチリです。ありがとう。じゃあこれ1つ目の口癖ね。じゃあ2つ目はコマさんの口癖、モンゲー。コマさんって言ったらモンゲーって言ってね。 OK？ じゃあいくよ。コマさん、モンゲー。おー、すごい、バッチリです。じゃあ3つ目の口癖、コマジローの口癖にします。コマジローの口癖はズラズラ。お姉さんがコマジローって言ったらズラズラって返してね。コマジロー、ズラズラ。バッチリ、 OK。 じゃあ最後4つ目の口癖はウィスパーの口癖です。もちろんウィース、みんな言える？ウィスパー、ウィース。バッチリ。じゃあ復習していきましょう。まずはジバニャン、ウィッ